はい、皆さんこんばんは、八谷太郎です。ちょっと聞いてもらっていい？ちょっと聞いてもらっていいかな。そう、まあ、仕事の話なんだけど、そう、いやなんかさ、まあ、俺が悪いんだよ、うん、間違ってた俺が悪いんだけど、なんかなんでその質問に行き着くのかなと思って、うん、いやあのね、仕事で、毎期やってるやつが、うん、毎期っていうのは要は今年の、まあ、例えば、春、今年の春やりました。じゃあ去年の秋、去年の春、一昨年の秋、一昨年の春みたいな感じで1年に2回やるっていうのを、あの、まあ、1期2期っていうんだけど、その毎期やってるの、もう、10期目ぐらい、うん、やり続ける。そうだから俺はもうずっとそれやってんの、うん、やってるし、やり方も知ってるし、まあ、それで報告を上げて、あの、OK ってなってるやつなんだけど、そう。で、それがね、まあ、今期もそれがやってきました。で、まあ、データ上げました。あ、俺、事務の仕事やってるんだけど、そう。データを作るっていう仕事を、あの、やってます。はい。で、それでも完成しました。渡しました。で、翌日になって、その上司から、これ間違ってるよって来たわけ。連絡が。で、間違ってるよって。あのさ、八谷くんさ、これ計算方法知らないの？って言われた。うん。で、計算方法を知らないのっていう質問がまずもっておかしいと思わない？嫌味かなとも思ったの、はじめ。うん。でも、嫌味を言うような上司じゃないね。そう。そのなんかね、本当に、バカなの。うん。うん。いい意味で、あんまり何も考えてないの。うん。なんか、パッて見て、ああ、違ってる。ああ、じゃあ、わかんないのかな、計算方法。みたいな人なの。うん。だから、俺がイラつくのはお門違いなんだけど、でもちろん、見てみたら、まあ、データ自体はあったんだけど、俺が最後の最後、完成したやつをこっち側に、清書でコピペするやつ。うん。その、コピペを、ミスってたわけ。うん。だから、俺のミス。うん。だから、すいませんって、俺のミスでした。申し訳ないです。って。うん。間違ってました。って。計算方法知らないって、いや、俺もし知らなかったら、毎期作っててないじゃん。うん、うん、うん。だし、俺がちょっと思ったのは、なんでこの人、その、間違ってる原因みたいなところをちゃんと、辿ってくれないんだろうって。うん。何かっていうと、俺、必ずエビデンスみたいなやつは必ず同じシートにくっつけるようにしてる。うん。なんならバカでも分かりやすいように、ここは、ここのここだよみたいな、エクセルでね、そう。矢印とか色を変えたりとかして、ここのデータの合算は、ここみたいにしてるの。うん。だから、なんか違うなって思うや。その元を辿ってきゃ、あ、こことここ違うから、これがそうなんだ。間違ってる原因なんだとか、コピペミスなんだとかが分かるはずなの。見りゃ分かんない。なんだけど、ねえ、なんか、いや、俺が悪いんだけど、なんかちょっと、なんか何でも聞きゃいいと思ってるっていうか、そのなんか、俺は今までお前のミスは散々直してきたけどね、何も言わずにと思って。イライラってしたから。まあ、はい、っていうことがありましたっていうお話です。はい。この間さ、チャリンコで犬の散歩をしている人を見かけたんだけど、それを見て、思い出したんだけど、そう。いや、俺さ、それでさ、昔、事故。まあ、事故にあったっていうか、なんていうか、うちの親父がさ、うちの父親がさ、あんまり、それをやったらどうなっちゃうかっていうのを考えられない人だったんだよね。うん、そう。で、今は絶対ダメだろうけど、昔は、まあ昔も良くなかったのかな。そう。親父がバイクを買いました。うん。イエーイ、バイク買ったぜ、イエーイ。で、バイク買いました。で、うち、犬、ゴールデンレトリーバーとシベリアンハスキーの、親父がどっかからもらってきたやつを、うち犬を飼ってたの。そう。で、大型犬じゃん、そう。その大型犬を、散歩させるって言い出したわけ。うん。どうやってって思うじゃん、そう。でな、右側のハンドルに、ゴールデンのリードで、左側にシベリアンハスキーのリードで、こうで、バイクは速いから、犬たちもダッシュできて、そのなんか
嬉しいだろうみたいな。で、ああこの人なんかまたバカなことやってんなって思いながら、小学生の時ね、小1か小2ぐらい、うん、うわーって思いながら、なら、おいっつって、バイク後ろにもう二ケツできるから、後ろね乗れるから、お前バイク乗せてやるよって父親が言うわけ。ええー、と思って、俺バイクの音もバン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 ってもうあんま好きじゃないし、ね、怖いし、あんま乗りたくないなって思ってたんだけど、乗りたくないって言うと、てめえ男らしくねえなーって言うような父親だったから、わかりましたっつって、バイクの後ろに乗ったの、うん。で、ブーンって行くじゃん、うん。で、案の定さ、当たり前じゃん。ゴールデンはこっち行きたい、シベリアンはこっち行きたいして、こうなるじゃん。引っ張られるじゃん。当たり前じゃん。で、倒れるじゃん。なら、俺、後ろにいるから、後ろで俺倒れて、そのバイクのマフラーあるじゃん。熱々のマフラー。あそこに、この足を、ジューって。もう、大やけだよ。うん。もう、ただれちゃって。今はもうね、さすがに治ったけど、そう。当時はね、もう、包帯ぐるぐるで。うん。なんでさ、ああいう人って、それをどう、ね、それをやったらどうなるかをなんで考えないのかなって、うん。っていう思い出。はい。はい、というわけで、今日はなんだろう。まあ、そんなようなお話でした。はい。また何かあったら撮りたいと思います。はい。じゃあまたね。バイバイ。Thank you.